バイオスカルプチャーというプロジェクトは、慶応義塾大学の田中博也研究室とメタスティの共同プロジェクトでして、生態系に作用するデジタル技術を使って新しい形状を作り出し、人身差における新しい社会彫刻のあり方を探求するプロジェクトです。この時代の、彫刻のやっぱりあり方として、人間だけではなくて、他の、全ての生物の場となるような彫刻作品を作り出して、でしかもそれをこう最新のテクノロジーを使って実現するというところに、挑戦があります。今回ライゾマティクスでは TT というタイトルの新作を制作しています。この作品は安川電機さんとのコラボレーションということで、双腕ロボット2体を使った作品です。もともとこの場所が、劇場というかシアターだったんですけど、そこのちょうど中間点ぐらいに大きなスクリーンを立てまして、そこにまずお客さんが入ってきて目にするのはこのスクリーンに映し出される光と影の映像になります。でその後裏側に回っていくと、実はその光と影はロボットアーム2体が手を動かして光源とオブジェを動かすことで作られている映像であるということがわかるというような仕掛けになっています。